ミルコ・ディミトリエ・ペトロビッチは、モンテネグロ王国の王族。モンテネグロ王・ニコラ一世と、王妃・ミレナ・ブコティッチの次男。グラホ・ボゼタ大公の儀礼称号を有した。1902年7月25日に、セティニエにおいて、セルビア公、ミロシュ・オブレノビッチの弟の彦にあたるナタリア・コンスタンティノビッチと結婚した。この結婚に際し、セルビア王、アレクサンダル一世が、 子供のないまま死んだ場合、オブレノビッチ家の血を引くナタリアと結婚したミルコがセルビア王位を継ぐとする協定がセルビアとモンテネグロの両政府の間で締結された。しかし1903年、アレクサンダル一世夫妻が顎がつく腕たにより暗殺された際、オブレノビッチ家とセルビア君主の座を争っていたカラジョルジェビチ家がセルビア王位を獲得したため、ミルコが セルビア王位に就くことはできなかった。ミルコは1 9 1一年にセルビア人民族主義組織の黒手組みに入った。モンテネグロ王国が実質的に崩壊した直後の1 9 1七年、ミルコは妻ナタリアと離婚し、翌1 9 1八年にウィーンで隠しした。ナタリアの元に引き取られた息子のミハイロは1 9 2一年に叔父の元大使ダニロから、 モンテネグロオケ課長の地位を譲られている。妻ナタリアとの間に5人の息子を設けた。ありがとうございます。